堀川恵比寿神社は大阪市北区にある神社である。大阪市内及び近畿一円では大阪市内南部の今宮恵比寿神社及び兵庫県の西宮恵比寿神社などと共に商売繁盛の神様として知られている。堀川の恵比寿さんとして知られ、毎年1月9日から11日にかけて東海日恵比寿が開催される。大臣を主神とし、少なびこの命、 アの太玉の命を廃止する。社殿によれば、金明天皇の時代、殿見連義雄が、恵比寿大臣の信託により、堀江で玉を得、それを身体として、富島に恵比寿大臣を祀ったのに始まる。当時は、刑務者、留美者と呼ばれていた。白地二年に、少なびこなの命、大宝三年に、アの太玉の命を廃止した。平時元年、平時の乱を避けて、 丹波国イカルカ軍参加に先座した。文奈年間に現在地に先座し、以降、堀川恵比寿社と呼ばれるようになった。明治40年、近隣の神社を合祀して、堀川神社に改称し、孫社に列格した。昭和20年に、戦災で全ての建物を消失し、昭和38年に本殿が再建された。 江戸時代中頃より祭礼が盛り上がり、南の今宮恵比寿と北の堀川恵比寿が、大阪の東海恵比寿を代表するようになる。また今宮恵比寿、西宮恵比寿と並び、三大恵比寿に数えられる。断じり稲荷本殿、えの木神社は、堀川恵比寿神社の境内者である。本殿は、じりの形をしており、断じり稲荷の通称で知られる。木の神、九九の地神と稲荷神。 うがみたまを祀る。元は、天馬堀川の堀止に側に、えのきがあり、その根元に、木の神、九,九のち神を祀る祠があった。天保十年、その地に、本殿、拝殿を造営して、正式に、えのき神社を創建し、堀川恵比寿神社抹社の稲尾神社の分霊を、合祀した。明治四十年に、神社合祀により、堀川恵比寿神社と合併して、 同社境内に潜座し、11尺7尺の第一者を本殿として祀った。昭和20年に戦災で消失し、昭和33年現在地に段り型の本殿を再建した。かつての絵のの大,の大木の根元には、吉兵衛という老狸が住んでおり、毎夜、決まった時間にじり林の真似をしていたと伝えられる。本殿が段り型なのはそのためである。 だんじり稲荷の紳士は、狐ではなく狸である。願い事が叶うとその夜にだんじり林が聞こえるとされ、願いが叶ったお礼として、だんじりの模型や絵馬を奉納する習わしとなっている。ありがとうございます。